まずは前半が終わりました。群馬としては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の隙を突かれましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。ザスパ群馬対柏レイソル。この時間はザスパ群馬対柏レイソル、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。エキシビションマッチが始まりました。まあ相手のペースにはしたくないですけどね、はい、90分通した戦い方を考えているとは思いますけどね。このキックオフ直後でつまずくと、この後も厳しくなりますからね。特に気をつけたいですよね。そうですね。まずは序盤です。アーチのようなパス。酒井、ここはつながりません。ここで受ける。これはいい守備です。風間、中潮、風間へ、ジエゴ、このボールに触ります。大きく前線に入れます。おっと、これはカウンターいきますね。これは合いません。まあ両チームとも攻めきれないっていう感じはしますけど、守備がいいっていうことも言えますよね。どうだ、シュート。鋭いシュートが襲いました。今のはすごいシュートでしたね。うまくいってたら入ってましたね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要でしょうね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。天笠、白輪、風間へ、ここはつながりません。これはどうだ。さあマテウス・サビオ、さあカウンターを仕掛けます。中に入れる。ディフェンス、これを読んでいた。前半29分が過ぎました。インターセプトを狙う土屋。さあマテウス・サビオ、インターセプト。酒井、シュート。きた、先制、レイソル。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね。やっぱり後ろがしっかりしているので、奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透しますよね。さあ柏、先制ゴールを決めました。1対0、先制に成功したので、ここからのプランをどうするかですよね、はい、さらに畳みかけるのか、1回をついてリズムを作っていくのか、時間帯も見ながらの判断が必要ですよね。なるほど。白井、組み立てながら攻め上がっていく。これは合いません。佐川、風間へ、中潮、ここで受ける。これはいい守備です。風間、中潮、風間へ、ジエゴ、このボールに触ります。大きく前線に入れます。おっと、これはカウンターいきますね。これは合いません。まあ両チームとも攻めきれないっていう感じはしますけど、守備がいいっていうことも言えますよね。どうだ、シュート。鋭いシュートが襲いました。今のはすごいシュートでしたね。枠行ってたら入ってましたね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要でしょうね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。天笠、白輪、風前、ここはつながりません。これはどうだ。さあマテウス・サビオ、さあカウンターを仕掛けます。中に入れるディフェンス、これを読んでいた。前半29分が過ぎました。インターセプトを狙う土屋、さあマテウス・サビオ、インターセプト、酒井、シュート、きた、先制、メイソル。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので、奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。さあ柏、先制ゴールを決めました。1対0、先制に成功したので、ここからのプランをどうするかですよね。さらに畳みかけるのか、1回をついてリズムを作っていくのか、時間帯も見ながらの判断が必要ですよね。なるほど。白井、組み立てながら攻め上がっていく、これは合いません。佐川、風前、中潮、さあ柏、先制ゴールを決めました。1対0、先制に成功したので、ここからのプランをどうするかですよね。さらに畳みかけるのか、1回をついてリズムを作っていくのか、時間帯も見ながらの判断が必要ですよね。なるほど。白井、組み立てながら攻め上がっていく、これは合いません。佐川、風前、中潮、天笠、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。小屋松、カウンターですよ。マテウス・サビオから白井、そして今前半終了の笛が吹かれました。前半から得点が動いています。